フランツ・ヨーゼフ・エーベルル・アントン・エーベルルは、オーストリア帝国の作曲家。本名は、アントン・フランツ・ヨーゼフ・エーベルル。宮内省の官僚である父、ヨーゼフのもとに、ウィーンに生まれる。早くも、少年時代に目覚ましい活躍によって、ピアニストとして、同格を表す。救歳年長のボルフガングア・アマデウス・モーツァルトにも、 才能を認められて、弟子入りし、モーツァルトの友人となった。1791年に、モーツァルトが亡くなると、愛カンタータ、モーツァルトの墓前にて、を作曲する。モーツァルトの死後も、遺族と関係を保ち、1795年から1796年までの、冬に、モーツァルトの未亡人コンスタンツェとその姉アロイジアに、同行して、 ハンブルクやライプツヒに演奏旅行に赴いた。1796年3月28日に、アンナ・マリア・シェフラーと結婚して、サンクトペテルブルクに赴任し、ロシア帝国の宮廷学長や皇室付き作曲家、ビル・トゥ・オーゾのピアニスト、並びに皇族の音楽教師として活動した。1803年より、エーベルルの名が再び、ウィーンの街を賑わせる。歌劇、 暗い島の姫君は、確かに聴衆には受けなかったものの、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンはその音楽を好んだ。エーベルルは、ふんだんに作曲し、作品は上演されると大成功を迎えるようになる。ピアノ競争曲派長長作品32は、非公開で初演された。公共曲編母長長作品33は、1805年4月に、 ベートーベイの英雄公共曲と一緒に初演されており、英雄よりも明らかに好評であった。1806年に名声の絶頂を迎えたが、ウィーンに戻ってから2.3ヶ月後に敗血症により、非謗の死を遂げた。エーベルルは多数の楽曲を残した。その中には、数々のピアノソナタや、たくさんのピアノ協奏曲の他に、8つの歌劇や5つの、 公共曲、いくつもの室内楽曲や各種のピアノ曲およびリートが含まれる。エーベルルの作品はほとんど水準が高く、しばしばモーツァルトの名前で公表された。様式的にはウィーン古典派に基づいているが、すでに初期ロマン派の特徴を明示しており、古典派音楽からロマン派音楽への移行を指し示すものとなっている。ありがとうございます。